はい、こんにちは。怒涛のない、ただの混合のついた方程式なんですけども、ちょっと工夫することも考えてもいいかな。別にごく普通にやっても解けます。で、あと中に文字があるんで、中身が負になるかどうかの確認も、必要かなと。で、まず、こっちは中身負になるかっていうと、この中の二次式を二次関数とみなして、判別式は2人が4分の D が、2人が4-33なんで、判別式が負ってことは、この中身の二次式を二次関数とみなしたら、こう浮いてる放物になるんで、負になる心配はないと。で、こっちはもう、定数項がマイナスなんで、もう絶対負になることあり得るんで、じゃあ、中身の二次式、これ因数分解できますね。3、1。22か。32が6、21が2。なんで、3x プラス2、x マイナス2が、正でなければいけないんで、x は2より大きいか、x はマイナス3分の2より小さい。これが一応必要なことになってくるんで、最後に確認と。で、そしたら、あとは解きゃいいんですけども、この中身をそっくりそのまま、t とでも置いて、ルート t。で、マイナス、ルート、こっち側は、この2次と1次が一致してるんで、それが特徴ですね。2次と1次が一致してる。ので、中身の差は15が3と。あとはもうこれ適当にどっちか移行して、で、2乗すれば、屋根が取れて、t-15 プラス6ルート t-15 足す9と。で、t が消えて、マイナス6がこっち来て、6イコールルート6 t-15 で、で、ルート t-15 が1とかっていうふうにやって、解けるんですけど、別にこれでどうってことないんですけど、ちょっとした工夫でするならば、これをアルファ、これをベータとでもすると、アルファ引くベータが3というのが与えられた方程式で、アルファ2乗引くベータ2乗すると、この2次と1次が一致しているという特徴から、15と。アルファ引くベータ、アルファプラスベータが15っていうふうに因数分解できて、これが3なんで、アルファプラスベータが5と。で、そしたら、じゃあ引き算すれば、これと同じ式でいきます、ね。引き算すれば、2ベータが、こっちからこっち引き算して、2ベータが2だから、ベータが1と。今同じ式ができますと。そしたら、あとは、これが1なんで、で、2乗しても1は1だから、3x2 乗マイナス 4x マイナス4が1と。3x2 乗マイナス 4x マイナス5が0で、これは因数分解できないですね。できないですね。なんで、判別し、あ、じゃあ、解の公式で、a 分の、2プラスマイナスルート4足す15だからルート19と。じゃあこれがちゃんと範囲に収まってるかどうかが確認すると、ルート19はだいたい 4. 何とかの数。3分の 6. 何とかはちゃんと2よりもでかいですね。で、3分のマイナス 4. 何とかプラス2だからマイナス 2. いくつなんで、ちゃんとマイナス3分の2よりもちっちゃいですね。なんで、両方 OK だから、これが答えとなりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロウさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。